ベールンゼン・イエンス・ベールンゼンは、ドイツの政治家。所属政党はドイツ社会民主党。2005年から2015年まで、ブレーメン市長を務めた。2009年11月より1年間連邦参議院議長を務めた。その在任中に、ホルスト・ケーラー連邦大統領が辞任したため、2010年5月31日より6月末までの間、 ドイツ連邦共和国基本法第57条によりその権限を行使した。ブレーメン市のグレーペリンゲン地区で生まれた。父チチグスタフはナチスに追われたドイツ共産党の党員で、20年以上、ベーザー造船所経営員代表を務め、ブレーメン市議会で、ドイツ社会民主党議員団長を一期務めたことも、ある。ベールンゼンは1968年に、 自伝の運賃値上げ反対デモに参加し、18歳でスピードに入党した。1968年にアビトゥーアに合格後、キール大学で1973年まで法学を学んだ。1973年に第一次司法試験に合格。兵役を拒否したため1974年から1975年まで法師活動に従事し、 1977年に第2次司法試験に合格し、ブレーメン市役所で管理司法となった。1978年に裁判官になり、1980年からはブレーメン行政裁判所裁判官を務め、1991年から1995年まで同裁判所所長を務めた。1995年6月、ブレーメン市議会議員に当選。 1999年には、同市議会で、党議員団長に就任した。2005年10月、党員投票により、ヘニングシェルフの公認として、ブレーメン市長候補に選出され、同年11月に、市議会で正式に市長に選出され就任した。2007年5月の市議会選挙では、スピードは、得票率36.8%と、 大幅に議席を減らしたが、野党、ドイツキリスト共民主同盟も得票を大幅に減らしたため、第一党の地位を守り、同盟90、緑の党との連立で政権を維持することができた。2009年11月、各州首長が持ち回りする、連邦参議院議長職に就任した。議長在任中の2010年5月31日、ホルスト・ケーラーが、 連邦大統領を辞任したため、連邦参議院議長であったベールンゼンが、ドイツ連邦共和国基本法第57条により、連邦大統領が空位の期間、その権限を行使した。なお、次期連邦大統領には、連邦会議において、クリスティアンブルフが選出された。2015年5月10日に実施された、市議会選挙で、スピードが議席を減らしたことを受け、 市長族党の事態を表明、同党のカルステン・ジーリングが公認に選出された。宗派はプロテスタント。最初の結婚で二次を設ける。5歳は2007年3月に脳内出血のため58歳で死去した。2011年12月に校長を務める女性と再婚した。ドイツ・イスラエル協会会員、複数の労働組合、労働者福祉協会の会員である。 ありがとうございます。